G-Bunchy Radio。 では自分史ラジオの、太田くん続きをお願いします。じゃあ、はい、ここからは今まで収録の時には基本的にお酒を飲んでないんですけれども、うん、今日はもう夜なので飲みましょう、はい、じゃあ太田くん乾杯。乾杯。音入ったかな。入った入った入った。あ、ね、飲みすぎて酔っ払って不用意なこと言っても、うんうん、まあ、あの、後で編集はできるので。そうだね。何言っても大丈夫。基本的には。まあまあ、ちょっと気をつけるけど。はいはい。じゃあ、一応さっきの聞いた話では、うん、まあ、幼稚園というか、まあ、子供の頃から、ものづくりが好きだったっていう話から、うん、そこから、今その太田くんの仕事の、義手とか義足とかの、その、医師、装具師、という、まあ、ちょっと、あまり聞かない仕事についた話につながるかと思いきや、ものづくりが好きだったのから、だんだんパチンコに話が移って、そういう話だったんですけど、もうあれだよね。かなりどん底な感じだよね。俺もちょっと似たような人生だったけど。あんまりね、これ、人に喋ったことは、なくて。ただ初めて聞く、太田君のそう、ね。結構知らなくて、みんな知らない話。そうですね。そうそうそう。それってさ、あれなのかね、太田君の中でも、あんまりそこが、言いたくなかったというより、ちょっとまだ、自分の中で過去の話になってなかったのがね、やっぱ、何十代。まあ、でも、あれだね、40代に差し掛かってちょっとしたぐらいからは別にいいのかなっていうふうに思ってたけどね。まあ、それをこう、なかなか話す機会とかもなかったし、で、2018年に FM 豊橋っていうところに、こう、ゲストで呼んでもらった時に、もう過去を振り返るっていう風だったんだけども、それを公共の電波に載せるっていう、なんで僕にそんなのが来たのかなっていう。だからそれで、みんながみんなね、こう、僕の、こう、体験とかを聞いて、なんかそれをこう理解したり、なんか、参考になるかどうかっていうのはこう、わかんないとしても、なんか、こういう人がこういう人生を歩んだっていうところが、何かこう、手助けになればいいのかなと思って、だからそこで喋っちゃおうと思って。そのラジオに出演したのが、それを、あれだね、すごいオープンにしたのが、ラジオが初めて。その、豊橋のラジオに出たのは、きっかけとか、きっかけは、患者さん。へぇー。たまたま僕が、一番最初は、僕が担当してて、まあ、僕の会社の、役割としては、まあ、プレゼンして、そこに入れていただいて、それである程度ちょっと形になったら、他の担当者に引き継ぐみたいなことを、やることがちょくちょくあるんだけども、で、それで一回担当離れたんだけども、人がちょっと辞めたりして、もう一回僕がそこのクリニックさんだけどね、お邪魔しないといけなくなって、そこで、仕事しに、行った時に、こう、たまたまその時すごい、暇でね、あんまり忙しくなくって、で、こう来た患者さんと、いろいろ話をしてたら、そうしたら、なんか、その人が、太田さんって面白いですねって言うんだよね。って言って、面白いかなって言って、普通に喋ってるだけだけどって言って、太田さん面白いから、実は私こういう、ラジオのパーソナリティをやってて、番組を持ってるこういうものですって言って、って言って、よかったら私の番組に出てくれませんかって言われて、で、こう、社交辞令かなんかかなっていうふうに思って、
で、その時はこう、形を取るっていう、ことをして、それでその形を取ったものがその翌週に出来上がるから、そのまた患者さんが見えて、その適合させてた時に、太田さん、あの話は考えていただけましたでしょうかみたいな風に。ああ、本気だったんだね。あ、本気だって言って、だけどまあ、ラジオって言ってもこういう技師、装具師っていう仕事が珍しいから、まあ、それについて、まあ、5分、10分ぐらい、こう、なんか、ちょろちょろって喋るのかなと思って、まあ、いいですよ、いいですよって言って、でも一応会社には言っときますね、って言って、で、会社に報告して、こういう風で、なんか、ラジオ出るけども、って、いいですかって言って、で、そうして、話進めてったら、なんか、2時間番組の、後半、ほぼ後半を、すごいね。そうそうそう。メイン、まあ、とかは、はい、そうそう。なんか月に1回それをやってって、4回連続でやるからって言って、1時間弱を4回やるっていう。すごい。そう、それでその時に、まあそんだけこう、ね、時間もたくさんあって、僕が呼ばれたっていうことは、なんかそういうことをこうオープンにすることで、なんかそれが参考になる人とか、なんかちょっとね、こう落ちてる人がね、こうちょっとでも、救われるっていうか、そういう風になったらいいのかなっていう、そうしないと、体験っていうのは活かされないのかなっていう風に思ったから、もう全部喋っちゃえっていう風に、そう、その時に思って、それもね、その時の落差がすごいんだよ。僕の前に出てたゲストが、クオンチョコレートってわかる？確か、久しい遠いって書く、高島屋とかにもね、バレンタインの時とか出店してるような、チョコレートの会社の社長さんが、一応、FM 豊橋の中でも、ちょっと NHK 的な、教育的な、こう、位置づけの、それが20年続いてるね、老舗の番組で、前回は、大西さんって言うんだけどね、その社長さんが、僕が聞いたら、出て見えて、この人の次に、俺っていうのは、こう、どういう落差かな、とかって言って、大丈夫ですかって言って、そのパーソナリティの人に、あ、いいの、いいのって言って、大西さん普通に喋ってくれるかっていう、なんかそういう、なんか不思議なご縁で、でもあれはね、僕に対する、こう、ご褒美っていう風に生きてる中で、自分の中ではね、そうやって勝手に思ってるんだけどもね。そういうので、ちょっと、出演するっていう機会があって、その時に、すごい過去振り返って、なるほど。思い出して、まあ、その今日を出る前に、まあ、その大田くんに送ってもらった資料とかも、その時に一回作ったものをまたちょっと、ブラッシュアップ。そうそうそう。そうそう、ブラッシュアップした形になっているかな。このラジオは、こういうことを話してくださいみたいなオファーがあったこの技師装具師の仕事の内容じゃなくて、どういう過程をたどってここまで来たのかっていう、それを話してくれって言われたから、だからその話をするには、その20歳ぐらいの時の話をしないと、そこに絶対つながってこないから、もうしないといけないのかなっていう。じゃあ、今日、この自分史ラジオで聞いてるような話も、じゃあ結構したんだ。そう。でも、その時に、こうパチンコっていう要素は外せれないから、だから、その、パチンコのこともいろいろ喋ることになっちゃうと思いますって言ったら、パチンコのことは話さなくていいですって言われたから。あ、そうなんだって言って。ややこしくなるよね、まあ、確ややこしくなるかね。いろいろ、まあ、かに。いろいろね。単純にいいわっていうだけじゃなくて、その、まあ、パチンコはギャンブルなのかとかね、そういう、ちょっと、放送に載せるにちょっと制限がかかるっていう側面もあったのかもしれないけどね。そうか。じゃあまあ、それの番組をひょっとして聞いてた人がこれを聞いたら、ちょっと細かいディティールがいろいろこう、分かって面白いね。面白いね。
でも、その番組面白かったんだけども、それで話してる途中に、実際に僕が過去に担当したことがある患者さんからメッセージが入ったとかね、あの時の太田さんってあの太田さんですかみたいな。すごいね。で、なんかそれ読み上げられて、で、後で、メールアドレス教えてあげるからって言って、ちょっと、個別にメールをやり取りしてね、お元気でしょうかみたいなこととかがあったりとか、それは嬉なんしいかね。聞いてるんだと思ってね。それじゃあ、ひょっとすると、まあ、それはね、前回出演したのはラジオだけど、まあ、今回はポッドキャストだから、後から聞くことができるじゃない。そうそう。だから、Facebook でも自分でこれは告知しようと思ってるし、出るっていうこと言ったら、まあ、聞きたいとかって言ってくれる人とかもいるから、まあ、そういうことはしようかなって思ってるんだけどね。いや、嬉しい。太田くんが出てくれたおかげで、聞く人が一人二人増えるかもしれない。太田くんぐらいしか多分今まで全部聞いてくれてる人はいないけど。いや、そんなことはない と思いうやけいどやいや。ね。だっでてもなん普通か、にさ、自分史ラジオって検索するとさ、ポッドキャストのアプリから、だって普通にちゃんと出てくるもん、ポンって。まあね、今のところまだほとんどの人がその名前をつけてなさそうと思ったからつけたんだけど。いやいや、でも、あれだね、太田くんが、ラジオで話したところも、じゃあそういう暗い時代というか、何も、釣り、麻雀、パチンコっていうので、二浪したっていうところも話はしてるんだよね。ああ、してる、してる、してる。で、それ20歳ぐらいでさ、工場のパート勤めをして、で、それも、本当に、パチンコするために、しか働いてない、午前中しか働いてないとかさ、そうそう結そ構、うつうつとするね、やっぱりね。う。ねえ、よく、あの状況を親もどう思ってたのか知らないけど、見守ってくれてたのか放置なのかわかんないけども、で、後でそれを母親に聞いたことがあるの。ほう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 。ああいう風だったけど、なんかなんとも思わなかったのって母親に聞いたことがあって、そうしたら、あんたは他っておけばそのうち何とかすると思ったって言われて、ああ、すごい。い重いなっていう。やーでも、何かいやいや言うよりは、待ってくれてたというか、ねえ。信用してくれてた部分もあったのかもね。父親はすごい、なんか、なんて、厳格じゃないんだけど、変な風に、こう、厳しい昭和の親父だったから、欲しいですみたいなね。だから、最後まで、もう、何年か前にゴルフやってて倒れて、そのまま亡くなっちゃったんだけども、で、本当に亡くなるまで、なんか、きっちり、なんか話をしたこととかっていうのは実はなくて、次に一緒に行ってもだから、なんか黙々と黙ってお互い釣りをしてるみたいな図式だったかな、今から思うと。なんかね、で、そう、カレーライスとかが飛んできたことがあるもんね、ビューンカレーライスが空を飛ぶ家。って。ビューンって、そう。中学ぐらいの時だったかな、なんか、食事してるときに必ずなんか小言を言い出すから、一回もう黙りかねて、ご飯のときぐらい黙っててほしいみたいなことを言ったら、もう、そのときカレーライスで、カゴが、カ盛レーられたお皿が、ビューンってこう、円盤みたいに、ボーンって僕の方に飛んでぶつかって、めちゃくちゃ熱かった。みたいな、ぐわーって。暑いよね、カレーライス臭食いわ、熱いわ。カレーがビヨーンってなって、べる。そういうお父さんだった。そうだったんだ。じゃあ、じゃあさ、お母さんは、まあ、待っててくれたけれども、太田くんが二浪してとかっていう時期は、お父さんはどう？あんまり喋んなかったよね。だからもともと喋んないからずっと喋んないみたいな。
なんかずっと微妙な空気が流れてて、一応僕も家の中にはいたから、一応一緒には住んでるんだけども、ずっとそんなんだった、みたいな。ちょっと、まあ、距離を取るというか、話してもお互い気まずくなっちゃうしね。そうそうそう。そうだね。そう。そんな風で。で、もう本当に今から思うと、あの頃の自分っていうのがね、こう、今こう、笑いのネタにできるのかもしれないけども、もう許せなくてしょうがないわけですよ、僕の中では。ああ、もう、それは今、今でも、今の自分でも、もう、あそこが、それが良かったんだよとかっていう人に話すと言うかもしれないけども、そんなんいいわけがないの、それは。なるほど。いいわけがないから、タイムマシンがあるんだったらね、あの通りに行って、もうあいつをもうやつら気にしちゃいますよ。ぶん殴ってボコボコにして、お前本当にいい加減にしとけよって言って、今でもタイムマシンだったら行って、そうしてやります。あいつにそうしてやりたい。で、そのあいつは自分なんでしょう。あいつは自分。自分だからね、殴っても大丈夫。うわぁ。30年ぐらい前の話だもんね。そうそうそう。30年だね。そうだよね。二十歳ぐらいだし。うん。でも、その生活はどれぐらい続いたの？だから、それで2年。で、それで、それ一応便宜上二浪だったわけなんだけども、それで、さすがに三浪っていうわけにもいかんから、だから、それこそ本当にどうしようかなって、なんかどっか適当に本当にちゃんと就職しようかなとかっていうふうに思ってたところを、母親が、うちの母親は看護師でね、そこに、義肢装具士の人が、出入りしてて、で、その人にこういう仕事をつくにはどうしたらいいのかっていうのを、聞いてくれたみたいで、で、僕はもうものづくりが好きだっていうのは母親も知ってるから、なんかこういうね、医療のこう人の体に合わせるものを作る仕事があって、なんか学校もあるみたいだから、そういう学校に行ったらって言ってくれて、あ、学校のお金出してくれるんだって思って、なんかこうやることもないし、一応なんとなく僕に合ってそうだから、まあ行こっかなっていうことで、で、やっぱりそれも試験があるんだけども、試験で、ダメだろうなと思ったら、ちゃんと国語とか理科とかそういうのがあったから、そしたら受かったんだよね。おお。なんで受かったか後で分かったんだけど、定員割れしてたから。なんかね、30人ぐらいの募集人員のところに、十何人しか来ない。かったから。いいなんだ。そう、それで受かっちゃって。だって、あれだよね、高校の頃は3点とか、7点ぐらいしか点数取れてなくて、合格してるんだもんね。そう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 。一応中学も勉強してないって言っても、中学の頃って、なんか、もう勉強しなくても、まあ普通ぐらいのところには行けちゃうじゃん、なんとなく。まあまあ、なんか地頭だったり、なんかね、そう、ちょっと勉強したら伸びたりするしね。そうそうそう。うん、だから、それで高校に入っちゃったから、それから本当にやってないんで、それで、ね、受かって、あ、受かったんだ。でも、本当にものづくりがただ好きだっていうだけでね。学校に入っちゃって、専門学校で国家資格取るっていうことは、もうそれで将来食っていくことを目標としてるわけだから、当然、技師装具士が何なのかとか、どういうものを作るのかっていうのを知ってる人たちが入ってくるから、僕、わかんなかった。母親からなんとなくネットとかもないから、そうか。よくわかんなくって、で、何の学校かよくわかってないけど、よくわかんないけど、なんか体に合わせるものを作る仕事なんだっていうぐらいで、専門学校に行き入る。それで、学校に入ってから、なんかそこに飾られてる、ね、
置いてある、こう、備品の義手とか装具とかっていうのを見て、うん、俺こんなの作る学校に入ったんだ、みたいな他人事だよね。他人事だね、本当に。うん、だから、それは多分一番志が一番低くて、うん、何にも分かってないっていう度合いでいくと僕がダントツだったと。すごいね。うん、なんか、ついに、こう、義肢とか、DC 装具の話がお母さんから出たと思ったら、うん、まだ相変わらず大田くんは意識が低いままだったんだね。そうそう、よくわかんないで入って、でもとりあえず他にやることもないし、うん、学校入っちゃって入学金とかも払っちゃったから、うん、もう行くしかないんだけども、うん、辛くてね、それがね。あ、何が辛いかっていうと、朝起きて夜寝ることだよ。普通のことなんだけどね。あ、もうそれが、まだパートの社員やってる頃は良かったんだけども、後半ね、もう昼からパチンコに行くような生活をしてたから、それを戻すのがすごい大変。もう本当に朝起きるのにも、こう体に鞭を打って、こう行って、だけど家をこう出た瞬間に、原付で駅まで行くんだけども、全く反対の方向にね、ハンドル切って、あれどこ、この原付どこに行くんだろうと思ったらパチンコ屋にこう、ビーンってこう、入ってっちゃったりとかね、なんか。そこはあまり変わってなかったんだね。そうだね。で、そんな風で、本当になんか、もう途中でやめようかなとかって思ったし、特に1年生は、座学が中心だから、そうかそうか。うん。だから、実技って言っても、なんか本当に決められたものを、こう、この板を削ってこういう風にしてください、みたいなのから始まってっていう風だったから、あんまり面白くなかったけど、ただその実技が週に1回だったのかな、1年の時は。うん、でも、それは、すぐできちゃう。先生の言われた通りのものが、パパパパってやって、なるはい、ほでど。きましたって言って、おた本当にできたのかとかって言って、こうきっちりこうチェックされて、ああ、いいな、合格だとかって言って、で、他みんなできない。うん。一人だけね、僕みたいにこうできるのがいたんだけど、その二人がいつもダントツで、後の子たちができなくてね、なんでできないのかこう、理解に苦しんでたりなるほしど。てた。そうか。やっぱり、孝太君は、そのものづくりとかが、もともと好きだったから、そうそう。まさか、その道に進むとは思わなかった、その石装具の専門学校で、思わぬ才能というか、向いてるところが、そこで出たんだ。出たけども、なんか具体性に、まだ一年の授業っていうのは欠けるし、そもそも分かってなくて入ってるから、そうだね。もう将来こういうふうになるためには、この勉強が必要なんだとかっていうのもよく分からないから、だからもうつまんないよまだね。やうん。でらされも、てる感じそう、なんだね。専門学校なのにやらされてる感満載で、で、まあ、なんとかテストも合格して、みたいな。実技のテストだけは、もう圧倒的に、早くて、なんか、最終的に1年生の時に、こう、総まとめの実技のテストで、1週間連続でね、1週間って言っても、まあ、月から金までなんだけども、ずっとぶっ続けで、与えられた課題をいくつか作るっていうのがあって、僕、最後の1日余っちゃったもん。余ってもできちゃったから、もう先生どうしましょうって言って、明日来なくていいですかとかって言って、すご。学校最後の一日行かなかった覚えがあへるぐらい、それでちゃんと合格してるから、それも。え。いぐや、らいものづくりは、やっぱり得意だったんだよね。すごいね。その時は、でもまだやっぱり、才能がなんとなくあっても、まだちょっと揺れてるというか、この道が向いてるとかっていう感じじゃなかったってことなんだそう、ね。向いてるとかどうよりも、まず働きたくないから。働きたくないから、まあでも一応専門学校、なんとなく行ってるみたいな感じで、で、それでまあ2年生になっちゃうわけですよ。学校は他何の、年行くの？3年。3年間。で、2年になると、
ようやくこう、本格的な実技が始まって、例えば実際に足を切断された方が、学校に何人か見えて、その人の形をとって義足を作りましょうみたいな授業が始まるんだけども、で、それが始まって、で、実際僕の作らせてもらった義足でその試験者さん、まあ、患者さんが、こう、歩くわけですよ。その時に、ものすごい衝撃をこう、受けてね。ほうほうほう。なんか、頭の中でこう、カチッとこう、スイッチが入ったような音がして、音がしたっていうか、あれは僕は実際に音が鳴ってたと思うんだよ。カチッって言ってね。僕の作った義足でこの人歩いてるっていうのが、で、その時に初めて、この職業になるのはいいことかもしれない。で、これを仕事にするのを、ちょっといいのかなと思って、2年生の時に、理事長口になってもいいのかなっていうふうに、思った。面白いね。なんか、やっといい話が出てきた感じ。あずっとなんか、ろくでもない話ばっかりだったけど。でも、そうかそうか、その体験が、やっぱりもう、カチッってスイッチが入った感覚っていうのは、すごいね。あれは、なんとも言えない衝撃で、ある意味ショックを受けたような感じで、だから、もう、それからはやめようとかって一切思わなくて、パチンコもやったりはしてたんだけども、ちゃんと学校、今よりは、までよりはちゃんと行って、なるほど。今までよりは真剣にちゃんと授業を聞いて、っていう、取り組むようになったんですね。そう。で、こう、やっぱりそういうふうにこう、パチンコやってご飯食べれない時っていうのは多分、人間のキャラクター的にも多分病んでると思うから、そこを境にね、今から思うとね、ちょっと明るくなったのかもしれない。ああ、なるほど。そのクラスメイトって10ちょっとしかいないんだけども、その中でのこうコミュニケーションとかも、今までよりは積極的になんか取るような、そういう気にね、なったような気がする、今からするとね。それって、あれなのかな？じゃあ、その、最初に話を聞いた、その、技師、装具のお仕事っていうのが、まあ、患者さんとお医者さんと、まあ、その、トライアングルというか、三角形になってコミュニケーションを取る仕事が結構大きいみたいな話をしてたけど、それはやっぱり意識的に、その専門学校時代に、きちんとやっていこうと思ったから、そういうコミュニケーションとかも自分で取り組むようになったっていう感じなのかな。ああ、それは全然違って、やっぱりそれでも僕はものづくりが好きだから、自分の中ではそこでちょっと変わったのかもしれないけども、学校の先生から見てると、やっぱりそういう部分はちょっと、よろしくないというかね、コミュニケーション能力みたいなものは、乏しいっていうふうに、されてたから、だから、お前はもうその技術を活かして、分業制のところに入って、ひたすらもう作る方向で、そういうことね。生きてけって言って、それがお前の生きる道だ、みたいな、風に、外部から講師に来てる、実際のこう、技師装具製作所で働いてる先生が、こう、実技講師として学校に来てって、その先生からすごいそういうふうに言われて、お前のその作る能力っていうのはすごいから、それを前に活かして食べてけみたいな。なるほど。その、コミュニケーションを取るとかっていうよりは、本当の職人さんというか、そうそう。そっちになった方がいいよって先生から言われたってこと？そう。だから自分もそういうふうに、義装具師になるんだけども、そっちの方で進んでって、こう、
医療機関に出向いてね、こう打ち合わせして患者さんと対峙して、コミュニケーション取りながらいろいろ形作っていくっていう風じゃ、それはちょっと自分には苦手だと思ってたから、こうじゃなくてもう作る方向で、こう行くっていうふうに、自分の中ではね、もうその時は学校時代ずっとそう思ってたんだけどね。で、そう、さっき、こう、なんか、拒食症気味になっちゃったって言ったけど、それはね、やっぱり、ね、一回なるとね、治んないんだよね。ずっと引きずって、もう専門学校時代もそうで、一応、その、ね、パチンコとかやってフラフラしてた、2年間よりはマシになったんだけども、特に人と一緒に食事をとるっていうことが、めちゃくちゃ嫌で、どうなるかっていうか、ね、食べることができないから。食べることができないっていうか、緊張するっていうかね、手足が痺れるんだよ。人とこう、テーブルに座ると。でも、何食べてるか、口の中にいても、わからないぐらいで、それ無理やり飲み込めば、こう入ってしまうみたいな、なんかそういうのは、続いたね、あれからこう、5、6年だから全部で、もっとかな、続い、何年も続いて。かなり長かったんだね、じゃあね。長かった、長かった。しんどかったね、それはね。それね、しんどいから、だから、あれだね、こう、自分にはこう、彼女とかそういうものは絶対できないと思ったし、だからその、ね、こうみんなで集まると、なんか酒を飲むっていうのは良かったんだけども、ご飯を食べるっていうことがね、できなくってね。まあ、だからそれも今治って、むしろ食べるのが大好きぐらいになって、なっちゃって。だから、でもあの時のことをまだ今も、当時のことはね、思い出すんだけども、やっぱり食べれることっていうのは、すごい幸せなことだって。その中で、物が食べれて、睡眠が取れてれば、大丈夫だっていう、なんか自分の中での、こう、元気っていうことに対してね、こう、理屈があって、あれは本当に何年も引きずって大変だったけども、結局でも、なんか医療機関とかに行ったわけじゃなくて、まあ自力で治したんだけども、結局そういう自分が嫌だから、それを、まあ変えるしかなかったから、ゆっくり時間をかけて、変えてって、で、変わってよかったなっていう。今はもう食事はもうするのが、ね、美味しいものを食べるのは本当に大好きに嬉しいなっちゃったから嬉しいっていうね。当時はそれが苦痛だったんだよね。そうか、その、まあ、今からね、20年、3、ん、ん ?25 年とかぐらい、まあ、30年ぐらい前なのか、じゃあそれは。まあ、やっぱり今と、その、なんだろう、例えば、メンタルに関する知識とかって全然違ったから、そうだね。今だとそういうのは、立派な病気だからね。そうだよちゃんね。と医療機関に行って、家族もサポートするからさ、みたいな。誰にも言えずに、ずっと一人で抱えて、陰でゲーって入って、で、まあ、なんとかやり過ごしたっていうことを、20代の時は、それが続いてましたね。そこは辛かったね。辛いね。ご飯を食べれないっていうのは本当に辛い。一人だとね、なんとか、20代ちょっと過ぎると食べれたりはしたんだけども、特に、家族以外の人とかのためだったね。でも、ねえ、やっぱりみんなといるとご飯食べに行こうとかってやっぱりなるわけだし。そう、絶対になるから、そうか、そんなことがあるんだだね。からそうすると、あれじゃん、そういう、特に、こう、女子とかがいる、こう、集まりには、ね、だって、ランチしに行こうかとかって言っごて、飯食べれなかったらデートとかも結構大変だもんね。できないよね。基本的にもうそれ無理だと思うよ。むしろ、ご飯が楽しみだ。その中で。何食べるのっていうのは、一大イベントだと思うし、二人とも多分ね、そのデートしたら、お互いに楽しみにしてる人だと思うんだけども、それが
できないからさ。それが、まあ、苦痛だったりするっていうのは確かに、結構、精神的にもしんどいね。そうだね。そんな時期だったのか。そうそう。それで、それでまあ、技師総務の学校の時は、うん。2年の時ですね。うん。2年生と3年生でカリキュラム上、7週間の臨床実習に出ないといけないっていうのがあって、うん。要は、こう、技師総務制作会社に、うん。こう、実際に行って、そこでまあ、実習をするっていうのをやらないと、卒業できないから、国試も受けれないっていうふうになっちゃうんで、うん。で、基本的にそういう政策上とかっていうのも、ね、マイナーな職業だからたくさんあるわけじゃないから、だから結構、学生は全国各地に飛ばされて、うん。うん、僕が2年の時は四国に行って、3年は山形に行ったの、ね。そうか。その中でもやっぱり食事があると。そうか。嫌なんだよね。うん。そうか。そう。それもなんとかこう、やり過ごしてうまいこと、うんうん。それ以外は本当に楽しかったんだけども、うん、まあでもそういう中でいろいろ、ね、いろんな人と触れ合う中で、ちょっとずつはやっぱり良くなってはきてたんだね。もう時代が時代だから、今だったらね、こう未成年のこう実習生とかを、例えば未成年とかじゃなくても頻繁にこう酒を飲みに連れ回すとかっていうのは、コンプライアンスとしてどうなのかとかね、そんな話になっちゃうの。もう当時全然そんなことなかったから、おたけも今日は夜は行くぞとかって言って、行くぞとかって言って、なんか夜な夜なこうね、会社の先輩っていうかね、そこの従業員の人にこう、うん、連れてってもらったりみたいな。飲みニケーションが当然だったし、そうそうそう、下手すると俺の酒が飲めないのかって先輩から言ってたような感じだったもんね。そうそうそう。うわ、超あった。でも一応、食べる方はあれだったけど、飲む方は、うんうん、こう、なんとか、大丈夫だったから、うんうん、だから、逆にこう、飲んでしまうと、食べる方もちょこっと食べれたりするから、うん、だから先の席に誘ってもらった方が、むしろご飯だけよりも、良かったから、うんうん、で、酒飲むと、なんとなくご飯もちょっと食べても大丈夫みたいな感じになって、うんうん、まあでもそういうのもあって、ちょっとずつ治ってきたのかなっていうふうに思うんだけどね、うんうん。そこまででも結構波乱万丈だね。ああ、それをそうそう、ご飯は本当に何年も苦労して。だから、趣味もそんな趣味っていうかね、やっぱりパチンコやったりとか、麻雀とかそんな風だから、女系っていうのは全然ないわけでは、ね、やろうとしかこう遊ばないみたいな。うん。まあそこをちょっと、ね、ある人がきっかけで、そこがちょっと、うん、そうじゃなくなってくるっていうね、うん、展開になるんだけど、うんうん、まあこれはね、ヤッシーも僕も、こう、共通の友人なんだけどね、共通の友達が。そうそう。共通の友達がいて、うん、で、高校が一緒だったの。うん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 。高校一緒で、うん、学年も同じで、うん、でも同じクラスには、一回もなったことないから、うん。うん、喋ったこととかもなかったんだけども、うん、たまたまそう、あれも就職してたと思うんだけども、うん、うん、就職してからちょっと友達同士で集まるときに、うん、その子が来ててね。で、うん、そこで、こう、すごく、音楽とかが好きだったから、うん、こう音楽の話で盛り上がって、うん、そしたら、一緒にライブハウス行こうよって言われて、うん、確かハックだったと思うけど、今池のね、ハック品に連れてってもらって、ね、うん、それでそこで見て、ライブ連れてってもらって、うんうん、なんか、
すごく白人なんて行ったことなかったし、うん、うん、いいなって思って。で、その子はめちゃくちゃたくさん友達がいてね、男の子も女の子もね、ヤッシーもよく知ってる子もめちゃくちゃいて、で、いっぱい友達がいるはずなんだけど、なぜかその当時っていうのはこう、僕とすごい遊んでくれて、そうだね。なんかよくわかんないけど、めちゃくちゃ遊んでくれて、うん。うん。で、そうすると、やっぱりその中でね、その子のお友達の女の子とか、ね、2、3人と、お宅のランチ食べてよ、みたいな話になったことがあって、今でも忘れもしない、それが、名古屋の上田っていうところにあるね、カトニーっていう、シャレオツなカトニー？カトニー。カトニー。あ、知らない。上田だと思うけど、今もあると思うけどね、カフェ。うん。上田、ね。花屋さんとカフェがあるんだったかな、カトニーって。うん。ああ。わかった。わかった。うんうん。え、だ、俺の友達が昔バイトしてたところですね。あ、そうなんだ。うん。おしゃれな感じの。おしゃれなところ。そうそう。それでそこに、行くことになって、うん。なんか、おしゃれなカフェなんて、もちろんそういう生き様をしてたから、うん。行ったこともなくて、うんうん。それで、女子と同席するなんて、ありえない話だよね。そうだよね。それまでの。今、今日聞いてきた話の中で、太田君の話の中で、お母さん以外の女性が初めて出てきたよね、今。あ、でもね、小学校の時はね、クラスの子と交換日記はしてたことがある。それは、もう小学生じゃん。小学生、小学生で。そこからこう、ぷっぷりこう、切れて、ね、それで、カトニーで。カトニー。それ、それいくつぐらいの頃？何歳ぐらい？それは、25とか、じゃないかな、うんうん。24で就職してるから、うんうん。うん、その1年ぐらい後だと思うけどね。6にはなってなかったと思う、25ぐらい。うんうんうん。だから、その、女子たちっていうのは、大学生だった、うん。女子大生。おー。うん。まあ、それも、ヤッシーがね、知ってる子なんだけども。うんうんうん。そこで、ランチを頼むの、うん。よくわかんないから、みんなと同じものを一応頼んで、できて、こんな食べ物見たことないって。まあ、来たはいいけど、あれではね、例によって、また手足が痺れるわけで。ああ、そうか、拒食症。そうそうそう。出るんだね。出る出る出る。うん、うん。うん、だけど、うん、なんか、飲み込むようにして、食べたね。うん、ああ。楽しい気持ちもありながら、体がちょっとまだ、そう。しんどかったんだね。うん。でも体しんどかったけど、うん、なんかそんな、今までこう、うんうん、こんな風になるとは思ってないような、確かね、そのお友達の男の子と、僕と、女子が二人。いた、4人で食べたんです。すごい。もうダブルデートじゃん。そんなね、少女漫画の中でしか起こらないような出来事が、自分の中で起こったんだっていう、なんかその、食べれないことに対しての苦しさもあるんだけども、なんかそれに対してなんかこう、舞い上がっちゃったようなね、そんな、思い出があって、確か、男二人が並んで、その向かいに女子二人が、こう四人掛けのテーブルで、並んでるみたいな、そう、今でも覚えてるけどね。その共通する男友達は、ね、俺もずっと知ってるし、俺も恩人でもあるから、なんかすごく絵が浮かぶよ。だから、それでその後もね、また、その男の子の、友達は、断るごとに、そういう僕に友達の女子とかを合わせてくれて、なんか食べに行ったり、飲みに行ったり、どっかに遊びに行ったり、なんかクラブイベントだの、ライブだのっていうところに、こう、行く
なんかね、いつも僕も誘ってくれてみたいうな感じん。で、うん。だんだんそれがやっぱりこう、楽しくなってきてね。で、そういう、それで今まではこう、女子に対する恐怖みたいな、やっぱり怖い。なんか、あんまりこう喋ったこともないし、なんか怖いような、どうやって接していいかちょっとわかんないのがあったんだけども、そういうのもね、彼の紹介してくれる友達は、みんないい子たちばっかで、話しやすいし、だから、すごいそれでだんだん、食事とかそういうのも、治ってったし、こう、コミュニケーションを人と取るとかっていうのもね。だから彼を手本にして、そういうのは、こうやって喋ったり、こうやってやるといいんだみたいなのは、とても憧れでもあったから、なんかこういうふうになれたらいいなとかっていうのを、憧れてちょっと手本にしながら、自分もちょっとこう、人とコミュニケーションを取るのが、だんだん苦手じゃなくなってきたっていうのがね、あって。だから、もう本当に、だから彼がそういうふうにしてくれなかったら、多分、仕事もちゃんとうまく今みたいに働けてなかったと思うし、今みたいな生活とか、そういうのは、なかったのかなっていうふうにね、すごい思う。そうだよね。なんか、そのさ、太田君と俺をつないでくれたのも彼だし、そうだね。ね、いろんな人の、まあ、ハブになってる人というか、まあ、ね、我々の友達の中では、本当にすごい最重要人物というか、多分、あの人がいなかったら、こことここ友達になってないっていう人ばっかりだから、いっぱいいるよね、そういう人すはごね。い影響は受けてるし、太田くんが今言ってたみたいな話は、俺もすごいあって、やっぱり彼のそのフットワークの良さだったり、人に人を紹介するっていうのをすごく自然にするっていうのとかは、やっぱりなんか、ああ、いいなって思って、それでなんか、いろいろ自分もするようになったっていうのはあるから、あ、太田くんもそうだったんだっていう話聞くとなんか、嬉しい気持すちにはごい、なる。だから、こう、生き方とかそういうのが、もう彼にあったことで、こう、ポロッと、こう、まあ、急展開はしないにしても、だん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 こう、角度が変わって、ベクトルの向かう方向がね、なんか矢印がちょっと違う方向に向いてったっていうのは、すごい、ある。で、あんだけいっぱい友達がいるのに、大勢で遊ぶこともあれば、友達なんていっぱいいると思うのに、なんかね、すごい、一対一でもいっぱい遊んでくれそて、うだよね。あ、だって、確かに、俺が太田くんに最初に会った頃は、だいたいなんか彼と太田くんがいつも二人で、セットになってたみセたッいトでいな。るっていうイメージだったもんだから、なんでそんな風にしてくれたのかなっていうのが、すごい思うし、それがなかったらね、かなりやばかったよ。ご飯が美味しいとかって言ってる場合じゃなかったよ、そう。いや、なんか、いずれは、ね、その人も、ちょっと話も聞きたいっていうのもあるし、まあ、ポッドキャストに来てもらいたいとこもあるけど、またなんかあれだね、3人で飲みに行ったりとかもしたいね。ああ、行きたい、行きたい。やぶやとかね。昔さ、なんか、テラゾとか一緒に行かなかったっけ？テラゾ、ロックバー、ね。テラゾ。行っね。たかも、テラゾも何回か行って。そう、一番最初テラゾ連れてってくれたのも彼だし。そうだよね。いや、だから本当何でも、なんか詳しいっていうのとはちょっと違って、何にでも興味があるから、そうだね。すごいフットワークが軽くて、すごいなんか、嫌味じゃないっていうさ、卑怯をひけらかすとかでもなくて、これ面白そうなんだけど、なんか、一緒に行かないみたいな軽いノリで誘ってくれるから、す参ごい加しや不す思いよ議ね。な人だよね。不思議な人だよね。なんか、
ね、まあしばらく会ってないから、ほんとすごい会いたいなと思うんだけど、うんうんうん、またなんかちょっとね、それ飲みに、ね、まあもうコロナがちょっと収まったらとかなると思うけど、ちょっとね、あれだね、大田くん、年表送ってくれたやつが全然まだ進んでないんだけど、でも、すごい途中で止まっちゃってるね。ちょっとさ、大田くん、これさ、話聞こうと今日思ってたことの、まだ3分の1どころも終わってないんだけど、ちょっとさ、ね、またさ、日を改めて出てくんない？あ、全然いいですよ。ぜひ、ね、だってさ、ちょっとさ、予告編じゃないけど、太田くんが、まあ、何、大きい話としてさ、多分いくつかある中の、うん、ちょっと太田くん、ちらっと予告編みたいな、まあ、本人が言ってもいいんだったら、うんうん、ねえ、うん、まだあと二つぐらいは少なくともあるでしょ。その、うんうんうん、今日はさ、だってまあ子供の頃から、うん、まあ中学高校を経て、うん、その技師装具士になったっていうところまでは聞いたけど、大田くん、うんうん、まだ他にさ、いろいろあるじゃない。いろいろあるね。バンドをやってたこととか、ね、今日音楽のことを全く喋ってない。音楽のことよく考えたら全く喋ってないよね。全く喋ってない。最後にやっと出てきたぐらいで。そうそうそう。海外でコンサートやった話とか。そう。ねえ。バンドをやってたのもそうなんだけどね、もともとレコードコレクターみたいな風から始まってて、ね、中学の時から、ね。ちょっと。それはね、うん、そっちの側面でまた今度話聞こう。それだってさ、確かに今日は、はい、太田くんの学生時代から、その今の仕事のキャリアみたいな、うん、まあ入り口までしか話聞いてないけど、うん、それだけでも十分面白かったので、うんうんうん、確かにね、そこに太田くんのもう一つのまあ大きい柱というか、もその音楽とか、うん、だって最初に会ったのも音楽とかで、太田くんと俺も会ってるわけだし、そうね、そこ話すとね、確かにね、ちょっと話がごちゃごちゃしすぎるので、今日シンプルにしてもらって、うん、もうすでにかなり時間、長い時間。そうなんで。これはね、すごい面白いけれども、あのここからは、ちょっと一旦、ポッドキャストは止めて、うん、酒飲みながら、うん、最近の近況とか、その自分史とはまた別の話をちょっとして、うん、自分史の話は次にまた取っといてよ。本当にまた呼んでくれる？いや、もちろんもちろん。だってあれだよ。俺以外に多分唯一自分史ラジオ全部聞いてる人は太田くんぐらいしか今のところいないから。うん、あ、全然今のままで終わっちゃうと、うん、あれだね。こう、まあ、こう、今なんで喋っていいのかっていうこととかも多分聞いてる人とかには、ちょっとダメで就職したとこまでしか。人生のグラス、人生のグラフで言うと低いところしかないから。そう。今、やっと女の子とダブルデートができたっていうところまでしか聞いてない。そう。その後の、うん、まあ、大田くんの、その、今やってる、ずっと続けてる仕事、はいはいはい、でもさ、まあ、なんていうの、その、ニッチなジャンルでも、すごく、重要な仕事についていて、うん、そこでも、まあ自分で輝いてる、じゃないかと、すごい思うのね、見てて。そうだね、なんか偉そうに、学校の先生とかも、うん、やっちゃったりしてるし、そうでしょ、うん、その辺の要素も、まあでも、時間軸で追っていくしかないと思うのよ。大田くん要素多すぎるから。うん。なんでこういう風になったのかっていう、ね。そう。で、それは、またちょっと改めて、話を聞かせてください。うんうん、まあちょっと、わかりました。自分知らずをこれって、ね、自分でやっといてなんだけど、聞くとね、その人の話もっと聞きたくなってしまうので、うん、時間がどうしても足りなくなるのはしょうがないんだけど。じゃあ、約束で、独編。そうだね。僕と、千秋さんは独編がある。そうね。太田くんが、
自分史ラジオを聞いて、すごく気になったという千秋ちゃんも、千秋ちゃんもぜひ続編はお願いしたいっていうふうに思ってるので、それもね、彼女にも伝えておきます。はい。よろしくお願いします。で、最後に何か告知があればっていうことで、うん、ね、細々とやっている自分史を聞くポッドキャストで、特にギャラとかもお払いはできないので、何か告知、まあ、次会った時に、はい、飲み物、ビールぐらい残るんだけど、何か告知とかもしあれば、全然、まあ、いろいろこう、病院さんに、こう、医療機関に出向いてやってる以外にも、うん、まあ、ちょっとアルバイト的な要素だけども、こう、外部で、こう、セミナー講師とかやってたり、うん、そういうこともあるんで、うん、まあ、僕の Facebook、誰でも見れるんで、うん、大谷秀樹って言って、Facebook、うん、で検索してもらって、よかったら、まあ、ちょっとメッセージ添えて、友達申請とかもしてくれると嬉しかったりするなっていう。うん、ありがとうございます。うん。で、そういうところにまあ、いろいろ乗っけてきますので、うん。うん、よろしくお願いします。じゃあ、また、大田くんの、じゃあ、Facebook のページとかを、うん。ポッドキャストの詳細欄。うん、あ、全然、貼ってもらって、ね、リンクを貼ってきますので、はいはい、うん。またそれ気になった人は見てもらったり、うん、大田くん本当に人生自体も面白いけど、ちゃんと真面目に仕事の話も、こう、いろんなところで、うん、ね、トークっていうことでもやってきてる人なので、なんか講演会とかでも、うん、多分ね、もっともっとこれからニーズがある人なんだろうなと思ってるので。うん、朝起きて仕事行きたくないってあんまり思ったことないんだよね。いい話だね。って言うと、それすごいよって言われるんだけど。すごいよ、本当に。本当にあんまり思ったことなくって。すごいね、もうだって、30年前、パチンコと麻雀のことしか考えていなかった人が。そうそうそう。今、そこまでね。そう。あったっていうのは。そう。ね、そういう話もしとかないとさ、今日そこまでたどり着いてないから。じゃあ、大田君、今日はありがとうございました。また、どうも、ね、収録は止めといて、うん、この後軽く飲みましょう。はい、ありがとうございます、ね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。Their story.